群馬県道156号文号発崎より線は渋川式立花町内を通る群馬県道である。この県道は全線を通して片側一車線で成り立つ。作発電所のサージタンク車の通りに関しては多いとは言えないが国道17号線が渋滞に見舞われるとこの道路を抜け道として利用する者も,もいる。しかし慢性的な渋滞に見舞われることはほとんどない。 沿線には、東京電力の作発電所があり、旧北立花村のランドマークである、サージタンクを間近に見ることができる。途中から終点まで、群馬県道159号を持ち、柏木より一線と重複する。昭和34年の路線認定当初での表記では、瀬田郡北立花村大技文豪発崎きあざびわさは34番の4である。 昭和34年の路線認定当初での表記では、瀬田郡北立花村大技真かべあより四つ2249番で、ある。AB 昭和34年群馬県国事第326号県道の、供用開始に関する国時昭和34年、群馬県国事第324号、県道路線認定に関する国時。ありがとうございます。